皆さん、こんにちは。ユニティの高橋です。山村です。今回のこのセッションでは、ユニティの最新情報について解説していきたいと思います。ユニティの機能ってたくさん山ほどあるんで、まあ、全部が全部ここで紹介できるわけではないんですけれど、ここではこの二人が注目している機能について、最新のアップデートやどのような機能の追加が控えているのか、これからですね、という点についてお話ししていきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まずは Unity のバージョンについて基礎知識をさらっとおさらいしておきましょう。えっ、ー、と、Unity のリリースにはですね、テックストリームと LTS、ロングタイムサポートという2つの大きな区分が存在しています。で、こんな感じのタイムラインになってるんですけれど、テックストリームっていうのはこの青の部分ですね。はい、年に2回こうリリースされる最新のバージョンで、最新の機能とかこのテックストリームのバージョンに組み込まれていくことになっています。 最近のテックストリームで言うと2022.1っていうのが7月にリリースされて、で、今はこの2022.2のベータテスト中になっていますね。もう2022.2は試されてますかもちろん試してますよ。<laughs> <laughs> そうですよね。今日紹介するいろんな機能をもこのテックストリームの中で試せるようになっています。 これに対して LTS っていうのは1年おきにリリースされる、いわゆる安定バージョンのことで、ここで、えっと、機能をフリーズして、2年間その後こうやってサポートを続けていく、そんな感じのものになっています。で、最近の LTS っていうと、この 2021LTS っていうのが今年の4月でしたっけね、春あたりにリリースされて、それが 2024. の、まあ、多分春先あたりまでこう、サポートが続けられる、というふうな感じになっています。 この 2021LTS については以前、えっ、ー、と YouTube のね動画の方で解説しています。えっ、ー、と、これですね、Unity2021LTS10 分でわかるっていう動画を出したんですけれど、こちらの方で解説しているので、興味のある方は覗いてみてください。で、今回のこのセッションでは TechStream の方を中心に、今 Unity にどんな機能が追加されているのか、そしてこれからどんな機能が追加されていく予定なのか、という点について触れていきたいと思っています。 それでは早速始めていきましょう。よろしくお願いします。ますえっと、まず最初はグラフィックス機能のアップデートということで、えっと、僕の方が3つのレンダーパイプラインの現状についてそれぞれお話ししていきましょう。まずはですね、URP です。URP はすでに正式リリースとなっていて、3つのレンダーパイプラインのうち、最も基本的な選択肢としてお勧めできるものとなっています。 で、去年リリースに向けて急ピッチでいろいろ実装されたんですけれど、まあ、それと比べると最近の更新は比較的穏やかになってるかなという印象があります。まあ、今年の初めに URP の新機能をいろいろと紹介する、えっ、ー、と、YouTube の番組をやったんですけれど、その内容が今でも通用すると思いますので、まあ、URP について興味のある方はそちらを覗いてみていただけるといいかなと思います。えー、と、Unity の YouTube Japan の この URP 総点検ってやつですね。はい、僕と大下さんの方ですね。URP について1時間近く解説しています。もちろんこれ以外にも今後リリースを予定している新機能もいくつかあります。 例えば、テンポラルアンチエリアシングの実装などは今まさに準備中でして、モーションベクターの URP 対応がすでに完了していますので、まあそれの代表的な使い道としてこれが来るという感じですね。フォワードプラス方式のレンダリングもすでにプレビュー機能として組み込まれているんですけれど、正式リリースに向けて完成度を高めている感じです。 プレビュー版では互換性にちょっと怪しいところがあったんですけれど、まあそのあたりも改善されてどのプラットフォームでも動くものにぼちぼちになってきているかなっていう感じですね。あともう一つ、カスタムポストプロセスフルスクリーンマテリアルタイプっていうのは手軽にカスタムポストエフェクトを組めるようになる新機能です。シェーダーグラフのマテリアルタイプにフルスクリーンというのが追加されています。 こういうふうにシェーダーグラフの、えー、とグラフインスペクターのマテリアルタイプの中にこのフルスクリーンっていうのが増えてるんですよね。これを選択するとフルスクリーンエフェクト専用のシェーダーグラフになるっていう感じです。最後のレンダーグラフですが、これはレンダーパイプライン内部の実装が、まあ、古典的なコマンドバッファー積み立て方式からレンダーグラフ API を使用したものにアップグレードされるという話です。 まあこれは内部実装の話なので特に皆さんは気にしなくてもいいポイントなんですけれどまあこれによってより厳密なメモリ管理と最適化が内部で可能になるという感じですね。まあ、見えないところで URP の性能が良くなりますよということで期待しておいてください。次に HDRP の話に入る前に URP、HDRP 共通の新機能について紹介しておきましょう。まずは大きな新機能としてマテリアルバリアントがあります。 これはマテリアル管理のワークフローを改善する新機能です。えっと、これは今、この3体の石像に同じマテリアルが適用された状態ですけれど、これにマテリアルのバリエーションを作りたいな、バリアントを作りたいなと思ったら、このメニューの中から Create Material Variant を選択してバリエーションを作りますと。こうすると、これがマテリアルではなくてマテリアルバリアントになって、親のマテリアルはこれだよっていう表示に変わるんですよね。 で、これのディテールマップを、例えばこういうちょっと緑の入ったやつとかに変更して、このマテリアルバリアントを石像に適用してあげれば、こういう風うに変わると。こうして作られたバリアントは、親のマテリアルから基本的なプロパティを継承した形になっているので、親のマテリアルの、例えばカラーとかを変更すれば、このバリアントの方のカラーも連動して変わってくれるという感じですね。こういう風うにマテリアルの 特定のプロパティだけを入れ替えたバリエーションというのを簡単に作っていくことができるようになっています。次の新機能はフレームタイミングマネージャーです。これは描画のタイミングを計測するための API で1フレームあたりの処理負荷を正確に計測できるようになります。この API についてはブログ記事の方で詳しく説明していますので、まあ興味のある方はご覧になってみてください。 でこの記事ね、ちょっと URL が長すぎて、ちょっとここ、は <laughs> とても URL 言ってらんないんで、えっと、Unity のブログでフレームタイミングマネージャーパフォーマンスとかで、えっと、検索すれば出てくると思いますのでこ、そういう検索ワードを使って、えっと、この記事にたどり着いてみてください。えっと、これは API なので、使うにはコードを書く必要があるんですけれど、まあ、SRP コアパッケージのレンダリングデバッカーの方にそのコードがすでに組み込まれていますので、 URP や HDRP を使っている場合は、追加のコードなしに、簡単にこのフレームタイミングマネージャーを使った計測ができるようになっています。で、Unity エディター上からは、えーと、ウィンドウのアナライシスの中に、えー、とこのレンダリングデバッカーっていうのがあって、このディスプレイスタッツの方で確認することができます。 で、これは URP のサンプルを iPhone 向けにデベロップメントビルドでビルドしたやつなんですけれど、デベロップメントビルドで、えー、とビルドした状態で指3本でダブルタップすると、こういうふうにレンダリングデバッカーの画面が呼び出せるんですね。で、ここはすでにディスプレイスタッツの画面になってますけれど、こういうふうにフレームタイミングの表示がされています。で、次は HDRP の新機能の紹介です。 ま,まずは HDR ディスプレイの対応ですね。まあ、Unity では以前から HDR ディスプレイ出力に対応してましたけれど、まあ、HDRP 側では LDR 向けのトーンマッパーしか搭載されていなかったので、まあ、HDR ディスプレイ向けのコンテンツっていうのはね、ちょっと作りにくかったんですよね。 で、それが Unity 2022.1から HDR 用のトーンマッパーが追加されたので、標準的な HDR サポートであれば追加のコードなしになんなく行えるようになりました。このプレイヤーセッティングスで HDR を有効化すると、こんな感じでトーンマッピングのオプションに HDR 用の項目が増えるようになってるんですね。 HDRP が使われるようなハイエンド向けのコンテンツでは HDR ディスプレイ対応が求められることも多かったのでこれを待っていた方々には嬉しい新機能になるかなというふうに思います次は HDRP の表現力を増強する新機能をいくつか紹介していきますまずはウォーターシステムですね、まあ、こんな感じの静かな水面とか こんな感じのダイナミックな海面とか様々なタイプの水面をこのシステムで扱うことができます。まあ、実際触ってみるとすごく簡単にリアルなね、水面が作れちゃうんでびっくりします。結構楽しいんで皆さんぜひね、一度触れてみてほしい機能ですね。ちなみにこのウォーターシステムについては今日の大下さんのセッションの方でも解説する予定ですので、まあ、興味のある方はそちらもご覧になってみてください。あと注目したいのはボリュメトリックマテリアルの追加ですね。 HDRP では以前からボルメトリックフォグの機能があって、まあ 3D テクスチャを使えば複雑な表現を扱うことができたんですけれど、まあこれがですね、今回、このフォグをシェーダーグラフを使って表現できるようになりました。こんな感じのね、動的に変化するプロシージャルなフォグをこんな感じのシェーダーグラフで作れるようになったということですね。これは空気感の表現ですごく役立つので、まあ、凝ったライティングとかを 空間表現を行いたいという方には、ぜひ触れてほしい新機能です。あと、HDRP については、リアルタイムレイトレーシング機能の強化がいくつか行われています。個人的に注目したいのはですね、レイトレーシングアクセラレーションを使ったパストレーシング機能の強化ですね。まあ、以前から HDRP ではパストレに対応していましたが、ノイズ除去の仕組みがなかったので、動画のプリレンダーとかに使うのにはね、ちょっと辛いかなという状態でした。 これを改善するために Unity 2022.2では Optics と o p e n i m a g e d e n o i s の2種類のデノイザーが搭載されました。で今これ20サンプル程度のパストレを行ってデノイザーをかけるっていうのをやってるんですが、まあ全然実用的な感じで使えますね。Unity でプリレンダーするときにパストレを使うというのが、まあぐと現実的な選択肢になったかなと思います。 この DXR パストレは単にパストレが動くというだけではなくて、まあ、いくつかのエフェクトはパストレ専用のものに入れ替わるようになっています。まあ、例えばデプスオブフィールド、まあ、被写界振動エフェクトとかですね、まあ、ポストプロセスではなくて光線追跡方式になるので、まあ、より綺麗なボケ表現を使えるようになります。まあ、スクリーンショット素材とかね、宣伝用の素材を撮る場合なんかにはここのあたり活躍するかもしれませんね。 最後にビルトインレンダーパイプラインについて触れておきたいと思います。ビルトインレンダーパイプラインは今はもサポートを続けています。今後はですね、ビルトインではなくて URP をデフォルトのレンダーパイプラインにしたいと考えていますが、だからといってビルトインがすぐになくなるというわけではないです。互換性のために当面はサポートを続けます。 ビルトインレンダーパイプラインはメンテナンスが主な更新内容となっていて、基本的には機能追加などはないんですけれど、まあ、最近になってシェーダーグラフのビルトイン対応が行われていたりします。こんな感じでシェーダーグラフのアクティブターゲットでこのビルトインっていうのが使えるようになっているんですよね。 ここら辺急に対応が行われたので、ちょっと驚いた方もいるかもしれませんが、まあこれはビルトインに機能を追加するというよりかは、現在ビルトインに留まっているプロジェクトが将来的に URP とか HGRP に移行する際に作業が楽になるようにという狙いがあります。まあ HLSL、テキストベースでがっつり書かれたシェーダーよりも、シェーダーグラフで作られたシェーダーの方が、まあ、将来的に SRP に移植するのははるかに楽なので、 そうやって作っておいてほしいというですね、こちらの気持ちがこもっています。えっと、あともう一点。えっとですね、これはグラフィックスエンジンの基礎部分の話ですが、ダイレクト 3D12、12サポートというのが正式リリースになりました。まあ、実は今まではね、ベータ版みたいな扱いだったんですよね。まあ、でも、バグフィックスとか最適化を重ねてきたことによって、正式リリースのレベルに達したので、まあ、リリースしたという感じになっています。 DXR のような DX12 でしか使えない機能を必要としている場合はもちろん重要な更新なんですけれど、まあ、それ以外にも DX12 に切り替えることで CPU 側の負荷が軽減する傾向にあるという結果が得られています。なので GPU バウンドではなく CPU バウンドとなっているプロジェクトでは試しに DX12 に切り替えてみるといいかもしれません。 では私からはですね、この UI ツールキットのランタイムサポートについて紹介していこうと思います。これはユンティ2022の新機能というよりは、ユンティ 2021LTS の新機能なんですが、ここで紹介させてもらいますで。この UI ツールキットっていうのは何かっていうと、グラフィカルユーザーインターフェース、つまり GUI を開発するための機能ですね。これ以前はエディター拡張向けだったんですけれど、ユンティ2021からランタイムでも使用できるようになったという感じです。 この機能ではそのコンポーネント思考をベースとした UGUI と違って、まあ XML で構築した UI の構造に CSS のスタイルを設定するっていう感じで UI を設定して、あとはクエリで各 UI の要素にアクセスしてロジックを組むみたいな感じですね。この設計で何がいいのかといえば、まあプレハブのワークフローと比較するんですが、ロジックとスタイルが完全に分離できるので、他の人と共同作業した時にコンフリクトが起こりにくくなります。 また一貫性を持ったスタイルで UI を構築したり、UI 全体のフォントやスタイルを一括で変更できたり、あとはそうですね、プレハブと比較してマージがやりやすかったりします。ちなみにこの UI ツールキットの UI は、この XL と CSS っぽいコードを記述して UI を構築することもできますが、UI ビルダーというオーサリングツールも付いていて、こちらで構築することもできます。自分が作るときはこっちを使うことが多いですね。 それと動作面では、スタイルをベースとした軽量のトランジションが使えます。これは簡単に言えば、UI の位置やスケールや色が変更になった時に、指定時間で中間保管を行うという機能です。例えば、UI の位置を左から右に動かしたいみたいな場合に、変化時間が指定されていれば、数秒かけて UI が変化します。そうですね。例えばこの画像では、左の位置と右の位置を指定したスタイルを用意して、クリックしたら、右の位置のスタイルをオン・オフというふうにしているだけです。 これを使えば単純なアニメーションなら簡単軽量に実現することができます。で、この他にもですね、この UI ツールキットには UGUI と比較して結構面白い機能が含まれているので、そのあたりも紹介していこうと思います。まず紹介したいのがバッチング、描画の最適化周りです。UI ツールキットでは UI を表現する際にできる限りバッチングして少ない描画回数で UI を表現できるようになっています。 例えば UI ツールキットでは UI を表現するときにテキストの表示とかマスクとかテクスチャーの表示とかそういったもの全てを賄う一つのオールインワンのシェーダーを使用して UI を表現していますこのためシェーダーの切り替えによるバッチングの破壊を回避して多くのメッシュを結合して表現することができますこれ複雑なシェーダーなのでその UI に使うのは問題といえば問題ではあるんですがまあ複雑な部分は頂点シェーダーの部分なので最終的にはこっちの方がコストが安いという判断みたいです また、この時の UI が使用するシェーダーでは、1回の描画にテキストと他の7つまでのテクスチャを使用することができるようになっています。なので、テクスチャ1枚ごとに切り替えていた以前と比べて、より多くの UI を結合することができます。さらに、ダイナミックアトラスという機能を使用することもできます。この機能は、UI が個別にロードしているテクスチャを動的に1枚のテクスチャにまとめるという機能です。この機能を使えば、より多くの UI をバッチ処理することができるようになります。 と、この3つの機能で多くの UI を少ない描画リクエストで描画することが期待できる感じですね。それともう一つの問題。UI が移動したり大きさが変化するというケースについてはどうでしょう、まあ、?UI が動かないことが理想ではあるんですが、現実的には多くの UI 移動しますし、まあ、変化すると思います。で、UI ツールキットではここにもいくつかの最適化が含まれています。まず一つ目。 UGUI でもし UI を一つでも要素を動かした場合には、まあ、キャンバス単位でバッファーの再構築が走るっていう挙動をしていました。一方、UI ツールキットでは、できるだけ変化した要素だけを再構築するというふうに最適化されています。また、ヒントを使用したパフォーマンスの最適化っていうのもできるようになっています。例えば、常に動く UI ならばダイナミックトランスフォームっていうものを設定しておくことで、GPU 側で頂点変換が処理されるようになっています。 逆にダイナミックトランスフォームを設定してない場合は移動するたびにインデックスバッファーとバーテックスバッファーの更新が入りますが、まあ、動かない UI には最適ですね、こっちは。これは1800個のエレメントを動かしてみた結果です。ダイナミックトランスフォームを設定してない場合は動かすたびに頂点の更新を CPU 側で処理していますがダイナミックトランスフォームを設定することで多くの処理を GPU に投げることができています。なかなかいい感じに見えますね。 と、ここまで紹介したランタイム向けの UI ツールキットなんですが、UGUI と比較してできないこともまだいくつかあります。例えば、ワールドスペースで UI を描画することができません。これはレンダーテクスチャーにアウトプットして、疑似的な 3DUI みたいなことはできなくもないんですが、直接描画できるのはスクリーンスペースのみになっています。UI の手前にパーティクルを出すみたいな表現はできなくなっています。 また、ゲームオブジェクトベースではないので、残念ながらアニメーションクリップを使ったアニメーションをすることはできません。それと UI ツールキットの動作の最適化にシェーダーを対応している関係上、残念ながら現在独自のシェーダーを使用することはできません。このあたりの作業はタスクには入っていますが、対応時期はまだちょっと未定という感じになっています。そういうことで、まあ、Unty 2021.LTS もしくは Unty 2022でもランタイム向けのおすすめ UI システムは UGUI となっています。 まあ、UI ツールキットは現在もアクティブに開発している機能なので将来のバージョンにご期待くださいという感じですねでは次の話をしましょう Unity2021.LTS を起動するとシーンビューとかちょっと UI の周りの変化に気づくかもしれませんこのあたりですねこれはオーバーレイという機能を活用しています オーバーレイは、まあ、シーンビューの上にボタンとか UI を表示する機能です。まあそれだけなんですが、この機能には実際にはもうちょっと大きな野望があります。それはですね、コンテキストに沿ったオブジェクトを操作する機能っていうのを提供するっていうことです。というのも、今まではオブジェクトを操作するときは何でもインスペクターに集中していました。 例えば地形を操作するとき、インスペクター上のボタンからモードを切り替えて、インスペクター上のボタンからブラシを選択してという感じですね。これをコンテキストに沿って操作できるようにします。例えば地形を編集したいっていう場合には、まずはテレインのオブジェクトを選択した上で、そのオブジェクトが使用できるツールの一覧が表示されるので、その後にテレインを編集するツールを起動して、オーバーレイでシーン上にブラシなどのメニューを表示して、それを使用して地形を編集するみたいな感じです。 と、まあ、こんな感じで、操作したい文脈に沿って UI を表示したりすることを期待する機能です。まあ、この画像自体モックですし、その、肝心のテレビがまだ見たいよっていうところがあるので、それは置いときましょう。さて、このオーバーレイという機能は、まあ、いろいろと野望があるにしろ、結局のところは UI をシーン上に表示するっていう機能です。 ただ、このオーバーレイに表示する UI は単純にシーン上に UI を表示するっていうだけではなくって、その UI をまあシーンビューのコーナーに接続したり、位置が重複したらスタックして並ぶようにしたり、邪魔なら非表示にしたり、あとはツールワーに UI を格納したりとか、そういったことができるようになっています。で、これらの機能によってオーバーレイに作成した UI は他の人が作成したツールや UI と重複しにくくなりました。 特にこのコーナーっていうのはそのメニュー表示するよりでは人気のスポットで他の機能と重複することを恐れて若干使いにくいところはあったんですねそういったものをオーバーレイで作ることによってまあ気兼ねなく使えるようになったとでこれがどんなことに使えるのかっていうとまず単純にエディターツールと組み合わせることで直感的なコンポーネントやシーンの編集機能を提供することができますそのツールの内容をグラフィカルに表示するみたいなだけではなくて 例えばプロビルダーでモデルを作るみたいな場合ですね。このツールの内容をグラフィカルに表示するっていうだけではなくて、ツールが使うパラメータを表示したり、編集したりすることができるわけです。また、コンポーネントのデバッグみたいなものにも使えます。そのコンポーネントの動作プレビューを表示したりとかですね。2021LTS ではパーティクルとかカメラはオーバーレイで表示しています。この応用で、コンポーネントをまたいだゲームオブジェクト単位でのデバッグみたいなものも使えます。 例えばこんな感じに、まあ、コンポーネントを追加したときにコンポーネントが足りなかったらエラーを表示したりとかですね、左のやつ。あとは右の画面のように現在のキャラクターが動いているパラメータを表示するみたいなものにも使えます。もちろん単純にボタンを押したら何かするみたいなショートカットとしても使えます。例えばボタンを押したら物理ベースでオブジェクトを配置したりとか、トグルでオンオフを切り替えるボタンを設定したりとか、 シーンビューを動かすみたいな機能を用意した上で、その移動先のプレビューをオーバーレイで表示するとかですね。まあ結構いろんなことができますね。とまあこんな感じで便利なオーバーレイ、アイデア次第では結構面白いことができると思うので、ぜひ試してみてください。最後に紹介したいのはスプラインというパッケージです。これはインチ2022.1から提供されているパッケージで、簡単に言えばシーン上にカーブを設定する機能を提供します。 これは割と待望の今までなんでなかったのっていう機能で、これが今までなかったせいで、多くのサンプルとかアセットで、その独自のスプラインツールが作られていたっていう感じだったんですけれど、やっと追加されたのかまたさやがってっていう感じで追加されました。機能は先ほど紹介した通り、複数の点を繋ぐパスを作成して、そのパスや直近の位置を取得することができます。あとはこの曲線を使用して何かするっていう感じになりますね。これの一番わかりやすい用途は、 まあ曲線に沿って移動するっていう使い方です。まあ例えば AI の巡回ルートでもいいですし、タイムラインのカットシーンでパスの通りに移動させてもいいです。この例ではスプラインに作成したパスをタイムラインで指定した時間で移動しつつ、移動速度と足場に合わせてモーションを切り替えるといった感じのことをしています。また曲線に沿ってオブジェクトを配置するといった使い方も面白いですね。例えばスプラインに沿って柵のメッシュを配置するという使い方。 この使い方なら、その何度もオブジェクトをコピペして配置するっていう手間が防げますし、ルートの変更はスプラインを編集するだけで良くなります。これの応用で、道自体をスプラインに沿って作成するっていう機能も面白いです。これにはメッシュを作成するコードが必要になってくるんですが、道を少し曲げたり編集したいっていう場合にも簡単にできるので、非常に使い勝手が良い,いです。さらにこれの応用で、曲線の範囲内にオブジェクトをスポーンするっていう使い方もあります。 とはこんな感じで、スプラインはいろいろと応用が効くツールなので、ぜひ試しに使ってみてください。次はですね、C シャープの話をしていきたいと思っています。C シャープ言語処理系周りについても継続的なアップデートが行われています。まずはですね、C シャープコンパイラーのバージョンですね。 Unity 2020 LTS では Csharp 8.0をサポートして2021 LTS では Csharp 9.0をサポートというふうに、まあ、順当にサポートのバージョンが引き上げられてきています。まあ、まだ一部機能が未対応なので完全サポートではないんですけれど、まあ、近い将来 Csharp 9.0は対応を完了しましたよと言える状態になるんじゃないかなと思っています。ちなみに何の機能が使えないのかというと まあこんな感じで、マニュアルの C シャープコンパイラーの項目のところに書いてあるんですけれど、Unsupported Features という感じで、まあ、例えばイ n i t o n l y Setters は使えませんよとか、まあそんな感じで書いてあります。もし使いたい機能がここにあった場合はごめんなさい。もうちょっと待ってくださいという感じになっています。API セットについては 2021LTS の時点で .NET Standard 2.1に対応しました。まあ、NET Standard 2.0だとね、 ジェネリックスパンとか入っていなかったりするので、まだ微妙に足りないなという感じだったかもしれません。2.1ではそのあたりもバッチリ使えるようになっていますので、これで .net スタンダードベースでライブラリを組んでいくにも十分な状態になったんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで順当に進化を続けている Unity の C シャープ対応なんですが、この後にもさらに大きな計画が控えています。 例えば、Unity のスタンダードアローンプレイヤーで使われているランタイムを m o から CoreCLR に入れ替えようという計画を進めていたりします。その後にや、Unity エディターも CoreCLR で動かしてしまおうという話があったり、まあ結構大掛かりな話をしています。このあたりの C シャープ言語処理系周りのロードマップについては、公式ブログの記事で触れているほか、g d c の講演でも詳しく触れていたりします。 これも例のごとくね、ちょっと URL 長いんで、えー、っとですね、unity ブログで .net 今後の取り組みについてとかでググってもらえるとですね、見つけられると思います。この中で詳しく解説していたり、GDC の動画へのリンクなどもあったりするので、まあ、興味のある方はね、チェックしてみてください。今後ね、unity 上でどう C シャープを使っていくかという点について、より詳しい展望を持つことができるんじゃないかなと思います。 次はですね、プロファイリング関係の最新機能について触れていきます。まずはですね、グラフィックスのセクションでも触れたフレームタイミングマネージャーですね。SRP に組み込まれていて簡単に使えるというのは既に説明した通りなんですが、もちろん API を使って詳細に情報を取得するということもできます。ゲーム業界の方だとよくこう画面の端っこにこう処理負荷を確認するためのバーとかをこう表示させたりしますけど、まあああいったものを作るのにこの API が役に立つかもしれませんね。 で、次はメモリープロファイラーです。これは以前から開発されていたパッケージなんですけれど、バージョン1.0.0が Unity 2022.2向けにリリースされまして、これをもって正式リリースとなる見込みです。メモリープロファイラーは現在のメモリスナップショットを取得する機能と、それを分析する機能を提供します。はい、今このボートアタックプロジェクトをデベロップメントビルドでビルドして動かしているんですけれど、 これにメモリープロファイラーで接続してキャプチャーボタンを押すと、こんな風にメモリスナップショットを取ることができます。こんな感じでシステムメモリの状態を調べたりだとか、マネージドメモリの状態だとか、Unity のオブジェクトがどのように確保されているのかなどと、セクションを分けてですね、メモリの状態を取得することができます。Unity オブジェクトの状態については、こんな感じで各オブジェクトを詳しく精査していくこともできます。 例えば、シェーダーのオブジェクトがこんぐらい確保されていて、こんぐらいメモリを食っていて、みたいなのをこうやって細かく分析していくことができるわけですね。あと、メモリープロファイラーには2つのスナップショットを比較するという機能も搭載されています。今、これはボートアタックを動かした直後としばらく回した後の状態と2つのスナップショットを取って比較しているんですけれど、まあ、これを見てみるとですね、 例えば、マネージドメモリーのバーチャルマシーンのところがちょっと、まあ、起動直後と比べると、しばらく回すと膨らんでるなとか、うん、まあでもそれ以外はそんなに変わってないかなとか、まあユニティのオブジェクトに関してはほとんど差はないかもねとか、そういうことがこれでわかるわけですね。ちなみに、えっ、ー、と、ユニティのオブジェクトの状態がこれ2つ比較するとどう変わってんのかっていうのを詳しく見てみると、 まあね、えっと、ゲーム中の状態なんで、ハットを作ったから、ちょっとハットの分のキャンバス、UI 関係がちょっと増えていたりだとか、まあ、とはやっぱりパーティクルエフェクトを発生した時のメモリだとか、まあ、そういったものが増えているみたいですね、という感じで、変なメモリーリークとかはないみたいですね。とかいう感じで、2つのスナップショットを比較することによって、このゲームの動作を確認することができるわけです。 ぜひメモリ使用効率の改善に役立てていってください。で、ここまではグラフィックスや UI など大きな分野に負けて、それぞれの分野ごとに新機能を紹介してきましたが、それ以外の細かな分野のアップデートについてもざっと触れていきたいと思います。まずはパッケージマネージャーですね。パッケージマネージャーもマイバージョンアップデートを何気にされていたりします。 特に Unity 2022.1では複数のアップデートがありました。まず挙げられるのはキャッシュディレクトリのパスを変えられるようになったことですね。このプレファレンスのパッケージマネージャーのここですね。ここでディレクトリが変えられるようになりました。パッケージのね、キャッシュは結構散りつもで膨らんでいくので、まあ、別のドライブに移したいという方もいると思うんですよね。まあそういった場合にも対応できるようになりました。あとは UI、UX の面で細かな改良もあったりします。 こんな感じで複数のパッケージを選択して複数まとめてインストールとかそういった操作もできるようになりました。あと、これは目立たない変更ですが、Unity 提供の標準パッケージに署名がなされるようになりました。これはね、セキュリティ的な観点からの変更ですね。もし標準パッケージに変更が加えられていた場合、こんな感じで警告が出るようになっています。 もし心当たりのない変更の場合は、まあちょっとセキュリティ的に問題があるかもしれないので、えっ、ー、と、要確認という感じになるわけですね。WebGL プレイヤーも継続的にアップデートを行っています。で目標にしているのは何といってもモバイルブラウザーの対応ですよね。まあ、モバイルブラウザー完全対応っていうのはですね、なかなか難しいんですけれど、モバイル向けの a s t c テクスチャー式に対応したりだとか、モバイルキーボード対応を行ったりだとか、 モバイル向けの細かな対応を進めていますので、まあ、性能の良い端末であれば、まあまあのコンテンツが動くんじゃないかなという段階にまでは来ています。それで今まではモバイルブラウザーで動かすと非対応ですよって警告ダイアログを出していたんですけれど、これはもう表示しないようにしました。使えそうだったら使ってくださいという段階ですかね。また WebGL 2.0への移行も行っています。 現行ブラウザのほとんどが WebGL 2.0に対応済みであることから WebGL 1.0は今後 d e p ケー c a t e d になります。これによってね WebGL の世界でもついに OpenGL ES 2.0の時代が終わるかなという感じになっていますね。まあ、あらゆるプラットフォームで OpenGL ES 3.0が最低ラインになる時がついに来るのかもっていう感じになっています。 という感じで最近のユニ t y の新機能についていろいろお話ししてきたわけですけれど、ど,どうでしたかね最近のユニ t y の新機能。 山村さんのあの、特にオーバーレイとかスプラインのあたりは純粋に楽しそうだなっていう気がしたんですけど。<laughs> そうですね。やっぱ作っていて楽しいというか、使ってみて楽しいというか、あれ応用が効くのは結構あるので、今までその、まあ、できなくはなかったと思うんですよ。その、デ、うん、ジタル学者で頑張れば。ただそういうのもエコシステムとして配置されたことによって、もうどんどん使っていいですよっていう感じで。うんうん スプラインはもうすでに正式リリースみたいな扱いなんでした、ね、そうですねいきなり1.0に突入しましたね。<laughs> <え> <laughs> なかなかね徐々に0.10.2とか進んでいくばもう1.0が出てきたんだそうなんです,す,ですよねオーバーレイとか2年かかったんですけどあまあ2年 かかってようやく出たから、まあちょっと使ってあげたいなという気がしますけれど。あとは UI ツールキットね。まあエディター上ではもう UI ツールキットの方がおすすめなんですかね,ねそうですね。一応マニュアルだと 2021LTS だとまだ IMGUI で、2022だと UI ツールキットの方がおすすめっていう感じになりますねうんうん、うん。まあちょっとランタイムで使うやつはまだどうかなみたいなノリになってましたけれど、うんうん <laughs> まあ、エディター上で UI 組むときはやっぱりもう UI ツールキットを一回ちょっとチェックしてみた方がいいですよっていう感じなのかなそうですね。うん、特に要素が多い場合はやっぱり IMGUI だとすぐに限界に来てしまうので。うんうん、なるほど、なるほど。ちょっとね、僕もね、エディター UI は未だに実は IMGUI で作ってたりするので、<laughs> <laughs> はい。真面目に UI ツールキットを勉強してみたいなと思います。 グラフィックスはね、URP が結構枯れてきたので、まあ、なんか、ぜひ URP 使ってみてくださいみたいな感じなんですけれど。そうですね。追加される機能もどんどんその今まではビルトインの例えみたいなところが多かったんですけど、うんうん、そこからもう外れて、うん、どんどん新しいキラキラした機能が増えてますしね。そう,ねそうそうそう。だから、なんか、単にビルトインの置換としての URP っていう以上に、まあ、URP に魅力ポイントが増えてきたんで、 まあ、ぜひ使ってみてほしいな、みたいなところにまでは来てるっていう感じですかね。まあ、あとはね、C シャープもね、順当にバージョンアップしてきてね。まあ、もしかしたら、あの C、C シャープ10を早く使わせてくれっていう人も <laughs> いるかもしれないですけれど。まあまあ。 あとはね、そのコア CLR とかになってどんぐらい速くなるのかとか期待をされている方もいると思うんですけれど、まあそれはね、今後のアップデートにちょっとご期待くださいという感じで、もう,もうちょっとしばらく待ってくださいって感じですね。プロファイル周りはかなり強化されましたね、今回のもので。まあね、とはいってもちょっと Unity プロファイラ多すぎ問題がありますけれど、<laughs> いろんな種類のプロファイラーがあるんで <laughs>、 ぶっちゃけなんかどれを使えばいいんだみたいな。まあでもね、メモリープロファイラーはね、それなりにやっぱり便利なので、メモリ管理チェックしたい場合はメモリープロファイラーおすすめできるっていうのはやっぱり今回調べてみて思いましたね。うん、そんな感じで Unity の新機能につきましては、Unity 公式ブログとか Unity 公式 Twitter アカウント、まあ YouTube チャンネルなどでも随時発信していますので、ぜひフォローしていただけますとありがたいです。それではご清聴ありがとうございました。